日曜日の設定は次の習慣を決まってる。日曜日の設定は次の習慣の流れを決まってる。レシーブの皆さん、おはようございます。本日みんな紹介したいのは、どうやって自分の日曜日を生産性が高く設定するということです。では早速参りましょう。昔僕もいつも自分の生産性は足りなくて、すごくいつも悩んでた。生産性が足りなくて、代わりにその生産性にも意識しなかった。何がしたかというと、日曜日はずっとダラダラして Netflix とか見て、まあゲームとかもしてとか、こういうパターンだったんですけれども、みんなと同じだと思います。でも何が起こるかというと、月曜日に入るとすごくストレスがかかって、一気にまあこういうダラダラ時間はすごく頑張らないといけないというの時間に本当に極端に入れ替わる。その入れ替わりは何かを起こすかというと、まあ、心筋梗塞や脳梗塞などの結構危篤を起こすというの現実です。だからその踏まえて、日曜日も本当にまともに過ごしましょう。では最初の設定のやり方なんですけれども、あなたはね、今何がするかというと、まあ、自分の一つの一枚のペーパーを取ってください。その1枚の紙が何か書くというと、自分のすべてを、まあ、4つのカラーに、ね、分かりましょう。でそのカラーは、まあ、どのカラーでもいいですけれども、で何か分かるかというと、仕事、家族、あとは健康と暇、この4つに。あともあるんですけれども、でもこの4つに分かれても結構です。もしあなたが家族なかったら家族も入らなくても結構です。でも、一応言いおきたいんですけれども、自分の家族といったら自分の、奥さんだけではなくて、まあ、他の家族というのも、まあ、親戚というのもあるんですから、まあ、その親戚も含まれていますので、これもご注意ください。では、ステップナンバー2ですね。2番目なんですけれども、2番目は何かやるかというと、あなたは自分のカレンダー、自分の暦を取って、まあ、Google カレンダーでもいいし、自分のこうちゃんとしたカレンダーね、こう壁に貼ってるカレンダーとか、これを手に取って、で90日間に前にめくる。どうしてかそうするかというと、その90日前は何か確認するかというと、もしかして今週はその90日前から来るのアポイントとかあるだろうし、あとはまあ誰か、例えばね、誕生日があるだろうし、もしかしてこうまあいろんなね、催しがあるだろうし、まあそれは全てをね踏まえて、まあ書き込む、そのカラーに分けて書き込むね。で次なんですけれども、これ全てをやったら、まあ、全てはねもう書き込んだら、まあ、今日までね、90日から今日まで、まあ、というの言ったら何かあるかというと、あとはもし今週はなんかアポイントあるし、もしかして誰かの誕生日あるし、まあ、年賀状とかもそうですけれども、ね、ポストカードとかも誰かに送ってとか、こういうパターンもあるし、で、あんたはそれを見過ごさなくて、何かするかというと、そのアポイントある人と夜に電話する、電話をかける、確認する。今週はそのアポイントはまだあるかどうか確認します。で、それした上で、まあ、自分がわかるね。まあ、そのアポイントもし入れなかったら、もし向こうはできなかったら、何かあるかというと、その人はね、普通にもその時はちょっと暇になる。その暇はどうやって自分のビジネスに入れるとか、まあ、こういうパターンですけれども、もちろん僕は思いますが、あなたはね、今対人恐怖症で内向的な人ですけれども、でそういう人はちょっとピンとこない、どうしてそういうやらなきゃいけないんですけれども、
どこからそのハイパフォーマンスというの人をというものを襲われるかというと、そのハイパフォーマーね、世の中のハイパフォーマーはもちろんスポーツ選手とか、まあ、あらゆる人ですけれども、結構、まあ、政治家もそうですけれども、でもその中でも結構目立っているのは誰かというと起業者ですね。でその起業者の習慣をちゃんと手に入れるからこそ自分もハイパフォーマーというになります。その習慣さえ全てやったら自分もハイパフォーマンスに入るから、だからみんなをちょっとそのね、ハイパフォーマンスになりたい になりやりたいということだと思います。では皆さん、本日ご覧いただき誠にありがとうございます。もしあなたは対人恐怖症の人だったら、こちらの動画をご覧になってください。さらに僕は毎日アップロードしますので、通知ボタンも登録もお願いいたします。その動画はもし価値が思ったら高評価もお願いいたします。さらに僕は思うのは、シェアはケアだから、自分の、まあ、好きな人にそういう動画をシェアしてください。もしリシェイプの皆さん、今はまだ結構ね、悩みとか悩んでるんですけれども、もし他の相談の人がいなかったら、自分は今ちょっと最近、まあ、時間があって、下の概要欄で自分のウェブサイトが書いてあって、そこで自分とのもう生の連絡は取りますので、ぜひこの機会を見逃すなく、僕とそういう考慮をスケジューリングしてください。そしてそうなんですけれども、もしレシェイパーの皆さん、またの悩みがあったら、ただね、あとコールとかは痛くないなら、まあ、こちらの動画も見たら、もしこの悩みも解決するかもしれません。では次の動画に会いましょう。